こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。まあね、これはあなたがやってる世界なんかはさ、よくさ、やっぱこうなんか依存っていうのが結構あるじゃん。どうしてもさ、こう頼り切ってしまってさ、ね、まあ、あれでもそうだな。例えば宗教なんかでもさ、まあ教祖様のね、もう言葉にまあ何なりも、徹底に従うね、100%、ね、というのもあるしさ、もちろんそのさ、特定の誰かに依存っていうのがあるんだけどもさ、やっぱりさ、そっちの世界に逃げたいんだと思うんだよね。なんか現実、やっぱり結構自分の足で歩いていかなくちゃいけない世界ってさ、結構厳しいことがあるじゃん、普通の日頃、だって現実ってさ、働いて、ご飯食べて、で自分の健康を守って、みんなと仲良くコミュニケーションしてみたいなさ、そういう世界じゃん、そこでどっからかさ、一つでもさ、ほころびがあるとさ、なんか違う世界に逃げたいみたいな、逃避したいみたいなさ、まあそうね、でそういう面ではさ、逃げ場所としていいわけや、それはそれでな、それこそオウムの事件じゃないけどさ、もう隔離されたさ、査定案っていうか、あの別建物に入ればさ、あの中のルールだけさえ守っていれば幸せなんだもん。まあそうだよな、それで、なんかね、そこだけで通用する名前つけてもらってさ、っていうのはあるよな。現実の世界では通用しなかった人が、そこに行って、まあ、ホーリーネームか分からんけども、そういう名前を呼ばれて、言う通りのことしたら評価されるんだもん。まあそうだよな。でそういうこう、そういうところにこう、やっぱりこう、なんていう、まあ、ある種麻薬的なものがあるのかね。あの特殊な世界だったかね、なんか忠誠心だけで全て測られるみたいなさ、ところがあったじゃない。そうだよな。だからなんかさ、なんとなくこう逃げたくなるのも分かるような気がするわけ。そうだな、その現実の中の本当にいろんな、トラブルとかさ、ね、悩みとかさ、あってさ、なんとかしたいと思うし、だけど何ともできない。本当その現実の世界でそれをちゃんとその人のやったきたことを認めて、その人がやろうとしていることを認めてくれる人がいれば、逃げなくてもよかったと思うね。そうなんだよね。まあそれと同時にさ、だけどそのまあもちろんそのオウムとかそういうね、まあ間違った方向行ったのもあるけれど、だけども、祈りとかさ、ね、そういったこう見えない力が現実を変えていくっていう、それも正しいわけだからさ。だからそのバランスなんだよね、その割合っていうの。それも例えばさ、まあ現実壁にぶち当たりました、ね、ではそれにさ、突き進んでいくっていうか、それをぶち壊すために頑張るのも必要だよ、かもしれないけど、だけどそうじゃなくってこう祈り続ける、ね、もう徹底的に祈りをすると、いうのもありでさ、ありよ、ひょっとしたらそこから打開策が見つかることもありうると。だよね。だけどもその極端にぶれてしまってやっぱり両輪なわけだよ、だから現実の世界が右の車輪であるならば、スピリチュアルの世界は左の車輪であり、例えばスピリチュアルの左側だけこの車輪だけもう、パワフルに全開すれば、ぐるぐる回っちゃうな。そうだな。時計回りにしか回らないわけよ。逆にそのスピリチュアルの世界を否定して、見えない世界を否定して、祈りを否定して、現実だけ、お金が全て現実が全てって言って、右側の車輪だけをひたすら動かせば、この時計と反対回りか。そういうことやな。で、ぐる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 回るだけで、全然成長しないわけよ。そういうことやな。両方一緒に、もう、ね、よくあの子供の頃、シュッシュポッポってさ、両手を前に習い、シュッシュポッポってやるけどもさ、同じようなバランスで進むとさ、すごい成長するのに。そうだな。だからさ、夜祈り、あるいは、まあね、本当に瞑想する、ね、そういったことはさ、すごく良くてさ、その中でさ、ふっとこう、やっぱりひらめきというかさ、なんかこう、あるよな、まあ、気づきというかさ、それがこう、次はこの次の段階、今度は現実の行動だよ、ずっと瞑想しました、で、こういうことしたらいいって、パッとひらめきました、
だったらそれで実際やってみるっていうね、うんうん、そういうこのあれがね、うん、あの繰り返しというか、うんね、それが一つのこの螺旋状に上がっていくコツかもしれない。だからよくあのほら何だろう、世界的にいろんな発明したノーベル賞を取るような人だってさ、うん、研究に行き詰まった時にさ、うん、なんかお風呂に入ってボーッとして、うん、ね、うん、水がこうねこう水面が揺れるあれみたいな、なんかこう揺らぎみたいなさ、 そんなんでなんかふっとなんか違う方法思いつくとかさ、うん、よくあることなんだよね。そうだよね、うん、だからさ、まあ、本当に肉体と魂っていうかさ、うん、このバランスというか、うん、大事で、例えばさよくね、神様に私をね、うん、使ってくださいって、うん、ね、うん、あの言うのはあるけれどさ、うん、そのなんかそれ俺のイメージよ、うん、俺のイメージは何かもうさ、もう体をボロボロになるまで、うん、ね、うん、フラフラになるまで、うん、働いたり何かをすると、うん、いうふうなイメージがあるんだけど、うん、でもどうもそうじゃないんじゃないかとも思うわけよ、うん、つまり、神様はそこまでこうなんていうの、もう、自分が生きる知るまでやることを望んでるわけではないかもしれない。神様はそんなこと望んでないよね。なあ、だから、うん、あ、使ってくださいって言った時に、例えばよ、うん、上から、まあ、神様という人が見てて、うん、ここに10人のじゃない、うん、10人がいるとしたら、うん、あ、ここでこの人が、例えばこの人におはようって言ったら、うん、この人は元気になって、うん、あの、一日幸せになれるなと思って、うん、この人におはようってことを言ってくださいよ、みたいな、うん、そんなもんだよ。そうだよね。だから、うん、まあ、その人も幸せにならなきゃ意味ないからな。そう。だから、その、ただひたすら修行することがいいことではない。うん。うん。うん、と思うんだよね。うん。うん、だなんだこう、やっぱり、植え付けられてる価値観がね、うん、シャニムに働く、うん、まあ、馬車馬のように働くという言うけれど、うん、そういうものを良しとするような、ところがあるわけよな。いやなんかさ、その修行っていう言葉がさ、うん、まあ、よく人生は修行だとかさ、結婚は修行だとかって言うけどさ、うん、そもそも修行っていうものに対してその軍隊的なさ、なんか、うん、もうとことんやるみたいなさ、そうそう、うん、自分の命、自分の身を投げ出してまで、うん、まあ、そういうことも必要な時もあるんだろうけど、うん、でもそういうことをさ求めるようなニュアンスがあるよね、うんうん、だから日本人が特に考える修行っていうのはそういう、うんうん、もしくはその一部のさ、あのカトリックとかでもすごい厳しい戒律の、うん、それが全部もう我慢律していくっていう、なんかさ、それが使えることだみたいなさ、うん、単なる思い込みであって、神様は別に、いや、そこまでしなくてもいいんだけどなみたいな、そう、もっともっと違うことを求めてる可能性はあるわね。うん、多分そういう風に修行とはこういうものだってした方が、うん、それこそ今の学校と同じさ軍隊式でさ、うん、あのなんかやりやすかった、そう、権力者にとってやりやすい、やりやすかった何かあるんじゃないだろう、どっかのなんか仏門なのかもしれないし、うん、なんかかもしれないけども、そうなんだよ。だからもともと宗教、うん、まあ、キリスト教だってそうだろうし、仏教もそうだろうしさ、うん、やっぱこう国を治めるためのね、うんうん、一つものとして利用された時代があったわけだからさ、うんうん、尊いと思うよ。例えばさ、うん、あの何なんか何ていうか、生きたまんまさミイラになる、うん、なんかあるじゃん、うんうん、そんなようなのやったらすごいと思う。多分苦しみの中、うん、こういかにもがかずに、うん、座ったまんまお経を唱えられるかって素晴らしいと思うけども、神様上から見てさ、うん、いや週末のプチ断食でいいのになみたいに思ってるかもしれないよ。体をリセットするって大事なことじゃん。そうだよな。そうだから、まあ、やっぱり死というものと向き合うという意味でな、うん、そういうことも必要なのかもしれないけどさ、分かんない、うん、そこまで本当に神様を求めてかと。そうなんだよね。本当に求めることはやっぱり、まあ、みんなが幸せになることだろうしさ、あちらの世界のことは死ねば分かるわけじゃん、誰でも、うんうん、別に、うん、どんな修行した人でも修行しない人でも、うん、死んだら初めて向こうの世界に行って、ああこうなってんのかって思うと思うの。ただそれをさ、うん、信じない人はそこに行けないと思うんだよ ね、 そうだよね。死後の世界なんかないみたいに思ってる。でも死んだらね、神様のもとに行くんだと思ってる人はみんな行けるわけだからさ、うん、無理やりなんか意識朦朧とするまでなんか修行してさ、うん、あの世のさ橋まで行く必要は私はないんじゃないかと私は思うのね、うんうん、それよりもせっかく今回この体を持って生まれてきてるわけだから、この体を使って何をするか、人の役に立つこととかさ、 うん、うん、そちらの方が私は本当の修行じゃないかなと思う。そうな、うん、だけどもやっぱりそのね、うん、
まあ、がんのような病気を患ってさ、やっぱり死とこう向き合うことによってね、うん、人生観が変わっていくっていうこともあるから、うん、真剣度合いが違うんだよ。そうだよね、多分。そう、だからそういうものも必要ではあるということよ、うん、まあ修行、その修行というのかどうかそれは分からないけれど、多分その人の、うん、その魂のレベルが違うから、うん、ね、もっともっと高度な修行と思ってる人はそんなことが当たり前なのかもしれないし、うん、私は体を持ってもらった意味をもっともっと考えなくちゃいけないんじゃないかなと思ってる、うん、そうだよな、うんうん、でやることっていうのはね、うん、まあ無限にやるわけだから、うん、その一つやってことはな、そう、自分のできることを一つ一つ、うん、そうだな、身近なところから、そういうことだ ね、 ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。